なんだっけ、炊飯器とか、やばいかな。開けるやつがいいんだけどさ。幅もそんなないやつがいいか。幅、60くらいで。まあまあまあ、どもん。どうしようかな。何しよう。これ。何しようかな。上にネシいらないよ、キッチンにネシ。木だな。パパ。あ、60ってか。何キロまで、え、なんかね、書いてないからよくわかんない。乗せちゃいけないのかな。どれにしようかな。どれだっけ、さっき見てたやつ。どっか行っちゃった。あ、こういった。山膳のやつ。ねえねえさん、ファンレベル17。ありがとうございます。ありがとう。欲しいものリストですよ。欲しいものリストいる？いらないよ。どっち？え？ 120 あったら高いもんね。なんか上に置くには。80ぐらいがいいよね、きっと。120ちょっとタウで。あれだよね。こんばんは、たまーん。初音の方ありがとう。初めての出禁は京香ちゃんでお願いして。なんで出禁になりたいの？なんでよ。こんばんは。にゃんばくさんファンレベル16。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。山田有名だよね。聞いたことあるから。ここにしようかな。チョロさんファンレベル17。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、とも。初音の方ありがとう。これにしようかな。プライムデース29%オフになってるし。山田。え、どう思う？これ上に乗せても大丈夫なのかな？レビュー見た方がいい？なんか上に物乗せたらまずい？いけるかな？炊飯器乗せたい。こんばんは。リャクトさんファンレベル16。ありがとうございます。ありがとう。高い方が収納力。収納力が、なんか上にさ、炊飯器乗せたいの。こんばんは。たまーん。品番ってどうやって見るんだ。ちょ、レビューを見させてます。レビュー。まあ、まだ買ってない。今見てたのよ。ずっとページを。レイさんファンレベル16、ダンディさん、ダンディジュンさん、ファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう。ダンディさんになっちゃった。今日買ったムズ376人、カタさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。そう、棚の話、食器だな。ちょっと待ってよ。上に、そしてまずいかな。炊飯器、どうやっていける？こんばんは、どうも。お疲れ様です、お疲れ様。こんばんは。ゲッツ、ダンディさんになっちゃった。ダンディ、ジュンさんです。組み立てる感じだけど、いけるかなと思ってるんだけど、無理かな。組み立て済み、ないよ、あんま。ピアコンさんファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうしようかな。120センチ8880円の。120、いや、120センチが1万円するやつ。80センチのやつ。120だと高いからさ、炊飯器置けない。いや、置けないよね。だって私さ、153ぐらいなのよ、背が高くても中段に炊飯器置けるよ。それもあるけど、どうしようと思って。高いよ、値段が。これにしよっかな。80ぐらい。これにしよう。幅、高さ180センチとかの2万円するとか。アンテナさんなら、電気、あ、確かに電気コード届かない説があるか。じゃあもうさ、置けるようになってるやつの多いかな。サンダンラックってか、なんかさ、いつも、なんかラック？サンダンラックみたいなやつかな。ね、に、炊飯器置いてて、そこで、ずっと焼いてるんだけど、食器棚何回買いたいんだよね。で、これ100、高さ180ってだいぶ高いよね。だいぶ高くないか。どうしよう。ここら辺のゴミ捨て場からも拾ってくるね。なしだろ。イコルさんファンレベル11。ありがとうございます。ありがとう。食器棚手作り無理よ。
120センチの方が使い勝手いい。炊飯器置きたいの。その、ラック置くスペースに、ラック置いてるスペースに、あの、食器棚置きたいから、炊飯器を置く場所がなくなってしまうから。どうしよう。あと、あんま奥行きあるやつだとね、ちょっと、キッチンが、だいぶ狭くなってしまうから。5キロ前大丈夫やった？さっきのやつ。じゃあ乗せれるか。どうしようかな。これ幅60。奥行き結構ありそう。この180あるやつは。奥行き45か。ちょっとね、あんまあるやつ。通路がなくなっちゃう。どうしようかな。やっぱ最初に見てた山膳のやつにしようかな。山膳。どこ行った？消えちゃったよ。あ、これだ。こんばんは。ダンボールで作るのなしだよ。なしだよ。やばな、身長的に。いや、もう80センチのやつにしようかな。120のにしちゃうとさ、ちょっと、お前これ在庫切れって書いてるし、買えないわ。あの、なんだっけ。120センチのやつに、そもそもちょっとないんだけどさ、しちゃうとさ、炊飯器置けないのに。冷蔵庫の上開いてないね。電子レンジ置いてる。ひのにゃんまるさんファンレベル15。ありがとうございます。会えた。あ、メジャーでさっき測ってきたの。40センチの昼測らないよ、家で。リサイクルショップ行ったら安いの売ってる？いや、もう買っちゃう。プライムデーだから。120の上が180。いや、180のやつは違うメーカーのやつだね。まあまあまあだもん。シルバニアファミリーのやつと間違えるわけないだろ。これにしよう。80センチの。体格5キロだっけ。体格5キロ？ちょっと待って。どこに書いてあるの？体格。商品説明？これか？書いてある。わかんないよ。タオが乗っても大丈夫。5キロ私軽すぎない？画像飛びっていう。どう見たらいいんだ。書いてないんだ。高さ最高。高すぎない。120のお腰に負担かからない。いやね、炊飯器置きたいの。上に120で上に炊飯器置いたら無理じゃない？あの届く無理じゃない？結構高くない？炊飯器120のやつてか120のやつね、売り切れてるから買えないんだけどさ。これ買おうかな。もうプライムで始まってるって、今日まで。今日前です。お疲れ様です。お疲れ様。夏底履いたらと、あ、そこ履かないよ、家で。なんであそこ履くの？皮持ち運べないかを？確かに。80年にしようかな。とかさ。これにするわ。山線。パパ60。これにしよう。カートに入れる。見えた。レンジラックっていう名前の骨組みだっけのやつじゃない。食器棚が欲しいの。食器棚が欲しくて。いくら伸びてる？8420円のやつ。これプライムデーで。ハロー教会さん、ハロー。あればあるよ。あるある。あ、まあまあだもん。最近の教会さんの身長何ミリ？ミリやばすぎる。こんばんは。今日頼ん、いや、明日は来ない。7月26？ 来週かな。まあ、プライムデーでさ、混み合ってるか。60は行く。いや、80。幅が60。高さ80。こんばんは、どうも。目指せ1？目指すか。
もう1位の方何ポイントなんだ。189万ポイントだ。80万ポイント差強い。まあまあ。これにしよう。もうカート入れた。帰っちゃおう。こんばんは。たまん。これ幅もね、なんかちょうどいいぐらいなんだよね。幅が、どこに書いちゃったっけ。奥行き？幅じゃなくて奥行きが29。狭めだから。これでや。これにしよう。買った。じゃあもう、確定。オッケー。ドコモポイント登録した？何ドコモポイントって。アマゾン？私ドコモ、Dカードみたいなやつ？ Dポイントみたいな。持ってない。こんばんは、たまん。うん、今日買ったまず377人。MX63。2ヶ月ぶり。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは、たまん。工具はあるの？工具、ドライバー？ドライバーあるよ。電動じゃないけど、普通のやつ。あ、Dポイント使うようになったんだ、アマゾンも。よいしょ。こんばんは。これで大丈夫。え、私欲しいもの全部買えたはず。なんだっけ？食器棚と、注文履歴。食器棚と、フィルムと、ケースと、ゴミ箱。オッケー、買えた。あつおまの方ありがとう。ほらもありがとうございます。電動ドライバーいいかな。いいや。どまんまーどまん。よいしょ。どまんまー。Is it a nice day today? 今日いい日だったみたいなこと ?Yes. Yes, yes. 自分で組み立てるタイプそう。あんまり完成品のやつなんか高そう。あんまなかった。松山の方ありがとう。こんばんは。延長コード足りなかったら買ってこようかな。高さ。アイス買ってないよ。買ってない。福田さんのドライバー回しは電動並みに早い。早すぎだろ。こんばんは、たまん。よいしょ。こんばんは。こんばんは。アンディファン、在庫なしのやつだ。アンディファン買ってない、結局。いいや、一旦これで。今のやつで。こんばんは。こんばんは。オッケー、もう変えたから。安心。あとは、アドマチップの画像を作るだけ。これも早くやんなきゃな。色ホワイトだった気がするな。白がいいね。ホワイト。うん。本当に他に宿題あったなんか、多分大丈夫なはず。こんばんは、たまん。画像まだ。画像は今日中とかじゃない。今週中だから。まあ大丈夫。あつおまの方ありがとう。こんばんは。たまん。たま。今のハンディファン、パイ弱いっていうかなんかちょっと壊れてるんだよね。横が割れてるから。買わなきゃなと思って。そんな、めちゃくちゃボロボロってわけじゃない。なんか、ひび入ってるぐらいなんだけど。村上さんファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。ただ何キロ？え、わかんないよ。見てない。あつむの方、ありがとう。こんばんは。どうもこんばんはそういえば、土曜日仕事になった？頑張れ。見ちゃいけたらまた8になってそうね。ちょっと強すぎる周りが。結
構接戦だからな。まあまあまあ。待つよ、フェルバイトさん。私のお気に入りの歌？お気に入り、なんだろう。なんだろう。好きな歌？永遠に続くように。マイタグの家電芸人で取り上げられたハンディファン。ボスの後に値段が倍かいねってた。やば。繋がってた。こんばんは。こんばんは、だわ。やっほー。ブルンババ？あ、それ？こんばんは。なんかすいた。あ、歌うたろ。歌うたんですか、歌う？こんばんは。ちょっとさ、水ついてきていい？その前に。もうなくなっちゃった。忘れてた？ついてくんの。ちょっと待ってて。迷った。お酒じゃないよ、お水よ。持ってきた、持ってきた。ぶつけた。ウルルピョコポコさん、ファンレベル18、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。また歌えるじゃん、違う違う、お水取ってきたよ。こんばんは。アムタル歌う？水道水を沸かしてから冷やしてよ。そんな大変なことしませんよ。しませんよ。よいしょ。こんばんは。今日のやつかいかいしょ。ハードロックカフェ。クーティーじゃないよ、今日は。よいしょ。音量でかい。こんぐらいか。こんばんは。でも、その人たちはちゃんと戦闘してるに決まってるだろ。初物の方、ありがとう。こんばんは。どんとこ、走るよ、カム太郎、隅行こう。走るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、やっぱり走るよハム太郎。はいはい、とっとこ回るよハム太郎、感謝を回るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、回ると嬉しいハム太郎。どこ眠るよハム太郎、どこでも眠るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、やっぱり眠るよハム太郎。ハム太郎全部あるだし、とっとこ眠るとちょっとこ眠るらしい、全部とっとこ。どっとこかじるよハム太郎、なんでもかじるよハム太郎、歯磨きしたら幸せいっぱい、明日もかじるよハム太郎。まだまだ。どっとこ潜るよハム太郎、どこでも潜るよハム太郎、暗闇の中どこでも行ける、潜ると落ち着くハム太郎。どっとこ
貯めるよハム太郎、ほっぺに貯めるよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、25個入るよハム太郎。こんばんは、たまん。25個どっこ隠すよハム太郎、どこでも隠すよハム太郎、落ちているもの、大切なもの、隠して忘れるハム太郎。とっとこ洗うよハム太郎、前歯で洗うよハム太郎、毛並はいつも艶やかなのだ、ピカピカ気分のハム太郎。とっとこ生きるよハム太郎、自由に生きるよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、どこかで遊んでるハム太郎。私は30個入るそこで競ってこないよこんばんは。こんばんは、どう？ありがとう。あ、6位になってる。やばい。ありがとう。いつの間に。うん、白崎さんファンレベル13、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。そう、アメージング。センキュー。サルトさんファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう。みんなパチパチありがとうございます。ありがとう。大統領の手にする次。こんばんは。キュッキュッキュッキュね。こんばんは。うん。今北さん500どうぞ。ありがとう。ハム太郎、ハム太郎多いなんじゃない？いっぱい食べる。こんばんは、どうも。こんばんは。髪染めてないよ。なんか色変わった？美容行ってない最近。こんばんは。ルームのサムネイルに金色星と10番 D が付いてる。 D は多分ね、デイリーのやつ。まずデイリー。違うで、扉開けっぱなしで来ちゃった。ちょっと待ってて。もうやった。髪赤っぽく見える。赤っぽく染めた前、病院行った時。よいしょ。赤っぽく染めたから赤っぽい、合ってる。アラカトルさんファンレベル16、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばん、こんばんは。マッパまだ上がってる。マッパってなんだよ。マツパね、まだ上がってるよ。こんばんは。ケネスさんファンレベル14、ありがとうございます。ありがとう。あとね、こんばんは。あれ、大統領の手にする。こんばんは、どうも。ちょっと、なんでローマ字になってんの。こんばんは。行かないでって打ってたらもう戻ってきた。すぐ戻る。飛び出しちゃった。こんばんは。シルプレジデント。こんばんは。
エペクさんのためキーマー練習エペじゃないけどバロかな、バロのため練習しないと。シュープレシント、よいしょ、見えた。こんばんは、どうも。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。お、ランクアップ、5位、ありがとうございます。ありがとう。先生、私が大統領になったら人のとこにちょっかいかける女しばなよしします。先生、私が大統領になったら、いや、ただのお友達だよってごまかすやつはへそから電気を流します。なななだいた不敵センセーショナルクローズアー、たたたたんくらいやるぜ、たった敵にリサーチだ。大嫌いしょうがない、クズは病気ね、バイバイバイ。権力財産地名性何もないけどサンバキタでしょ。だだだ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで甘いザレ吐かせるね。誰ですかあの女、ダメですかそうですか。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。シルブプレプレプレジデン、先生、私が大統領になったら、ただの仕事の付き合いだよってやつは二度と働けなくしてあります。先生、怒り役、いや、向こうが強引でさーっていう男の口には、レジを流し込んで固めてあります。ユニユニちゃん、まるでドンファン気取りスキャンダラス。早い。まま終わった、価格解消なしのスクープね。愛はない、理由じゃない。悪くないのね、はいはいはい。契約なの、いけしゃしゃ、何もないとかありえなーでしょ。だだだ大統領になってもね、多分君は変わらないな。しらっととぼけてのなりくらりかわすのね。デートですかこんばんは、本気ですかそうですか。情熱は不注意、微熱も消してしまいたい。今日の早口言えてるよね、言えてないよね、言えてるよきっと。いや、これめっちゃ早いのよむずい。ワンツースリー、ダダダ大統領になったらね、マジで君を捕まえるね。濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね。こうですか今あんた、見っけちゃった、バレちゃった、夜道には火曜日さよなら。代わりに流星シルブプレプレフレジデンス早い。こんばんは。ありがとうむずいこれ。早口めいちゃん、大統領じゃなくて日本で総理大臣になってください。無理だろうん、グランクさんいっぱい終わった、ありがとう。これ高いじゃねえか、いや、タワーか、グランクさん終わったタワーか、え、合ってるよね。1、3、6、7、8、9、10、うん、終わった。グランクさん終わったタワー、ありがとうございます。ありがとう、あいつね、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。パチパチありがとうね。ありがとう。こんばんは、どうも。こんばんは。ピンクだね。こんばんは。1月17。よいしょ。とりあえず置いたから始めん。何始めんのよ。何をよ。こんばんは。グランツさん。終わった。あ、ペンついちゃった。終わ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 った。
つもの方ありがとう。こんばんは。税金を横領してもヨガちゃんのやる何言ってんだ何言ってんだ。よいしょ。アスキーアートクマ。よいしょ。アスキーアート。うん。お、びっくりした。あの、ちょっと待って。ちょっと待って。一回喋ってから。物が落ちちゃった。ちょっと待ってグランツさん、終わったタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。じゃん。ピトー。終わったタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。以上。ありがとう。くまちゃん。ありがとう。こちらこそ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。二度目の方、ありがとう。こんばんは。どうもー。こんばんは。そういえばね、最近ね、猫飼い始めたのよ。さっきも猫ちゃんがね、なんか悪さしてた。じゃ、ついてくるわ。ちょっと待ってて、見せてあげる。もうちょっと待ってて。見て、ちょっとでかいのよ結構、うん、おとなしいよかいでしょ。ちょっと待って、ね、結構大きい。1歳かわいくない。でかい猫さん。あ、ちょっと暴れちゃう。あー、ダメよ、パソコンの方行っちゃう。これね、名前ブブっていう。ブブ。ブー。子猫じゃないのよ。でも、1歳。名前ブブです、ブブ。何の体勢あー、危ない。ブブです。性別男の子だ。めっちゃね、人懐っこいの。おとなしいわ、今日。ブブ。ブブちゃん。よいしょ。見える?ちょっと。あ、暴れてる。ちょっと、ブブ。かいでしょ?ビビじゃない、ブブ。
マンチュカン。めっちゃね、毛が抜けてね、T シャツについちゃうからね、持ってこようか思ったけど。普通に入ってきたりはしない。まあ、こいつが暴れてたよ、さっき。ちょっと待って、すごい。落ちてるよ、ブブさん。ブブさん、おいで。へいへい、もっと上おいで。かわいいのよ。なんかね、ちょっとエキゾチックみたいな顔してて。かわいくない？ブブ。いつからか、最近だね、最近。だからちょっとまだ出してなかったんだけど。はい、リーフつけては散歩しない。うわー、こら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 。そっち行っちゃダメだよ。ダメダメダメ。降りるか、かわいそうだ。ちょっと、連れてってあげるもん。よし、ちょっと毛だらけになっちゃったって。やばいやばい、デスクマットがやばいやばい。ちょっとブブ、かいでしょ。目の前にさ、ちょっとケージがあるからさ、ちょっとうるさいかも、暴れるかも。でもおとなしかったさっき。あんま泣かないねこれ、猫。うん、3年も飼ってないの。まだ1歳なのよ。あ、1歳。液晶なんだっけ、エキゾチック。そう、なんかね、みたいな顔してる。うん、マンチカン。コロコロ必須よ、ちょっと。まだ大きくなんないと、もう1歳ぐらいだから。結構でかいよあれ。いいよ、ブブです、ブブ。うん、こんばんは、どうも。今日起きたらさ、ブブがいなくてさ、どこ行ったと思ったらさ、ケージ開けっぱにしてちゃっててさ。あの、カナさん、あのパソコン載せてる机の下にいた。机の下で座ってた。可愛いでしょ。よいしょ。寝かれるけど大丈夫？大丈夫。よいしょ。手が毛だらけになっちゃった。さっき軽く落としてきたけど。落ちた。ごめん、バーコーに落としてきた。ブーちゃん、あ、作るか、じゃあ。ブーちゃん、名前の由来？なんか、ブーみたいな顔してるから。ブブ。マンチカン、短足なのよ。え、わかんない？わかんない？そういう顔してるよ。二度目の方ありがとう。かわ、あ、なるほど。だから、納得してる。よいしょ？そういう顔してるじゃん。ブーみたいな。コロちゃん、そんなんしてないよ。コロちゃんとね、全然性格が違う。全然違う。なんか、コロちゃんは、もうなんか、もう、なんかね、猫ツンデレみたいな感じじゃん。でも、ほぼツンなのよ。ほぼ出れない。出れが、ほんの少し。な感じで。
あの、このブブはね、あのめちゃくちゃ人懐っこい。まあ、あのゲージから出してる時にね、あの近くにいたら逃げちゃうんだけど。ゲージ内いる時はね、めっちゃね、めっちゃ懐っこい。もう自分から手出したら自分から頭撫でられに来る。近づけてきて。こんな感じなの。全然違う。性格が。初見です。違うでしょ？歩くときお腹空いそう。ちょっとね、でかいからね。ちょっと痩せさせなきゃね。ブブが。ケージ。かわいいでしょ？エキゾチックみたいな。ブブちゃん。もう外出れないよ。いるから。ブブちゃん、ブブちゃん、ブブちゃん。ひらがな、ひらがなでブブ。何でもいいけどさ。いや、ブブは間違いなく初見さん。あ、どういうこと？飼い主に似てる？どういうこと？どっちがよ。ブブ？散歩行かない。行かない。休んで休む、怖い。甘えん坊だね。かわいい。でかくて。結構でかい。ブブ。昔、エキショー飼ってたから懐かしい気持ちになった。エキショーも可愛い。可愛い。ちょっとね、なんか、あの、顔、なんていうの？ちょっとブサカーな感じが可愛いんだよね。わかる？わかる？鼻低くて、みたいな。あ、つもの方ありがとう。カズヤンさん、ファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。たん。わかる？でしょ？そう。うち、ヒマラ、え？ヒマラヤン？ヒマラヤンってどういうんだっけ？ヒマラ、ヒマラヤン？猫か。あ、かわいい。めっちゃ可愛いぞ、これ。あ、あの、あれね、顔がさ、黒いやつか、毛が。可愛い。この猫、あれだよね、目が綺麗だよね。グレーみたいな。可愛い。なんか、靴下履いてるみたいな子、可愛い。お疲れ様です、お疲れ様。人のつっこい部分が。かいでしょ。ちょっと今、ケージから出してるから、暴れちゃうかもしれない。カイド来るとき、預かりますので、ぜひぜひ。怖いよ。取られちゃいそう。こんばんは。たまん。こんばんは。リップ塗り直そうかな。少し足そう。暴れてほしい。好きもブブがね、タスがしてた。ね、旅行行くときそう、考えないといけない。猫ちゃん。朝起こしてくれないよ。寝てるもん、ブブも。あの、ケージで寝てる。なんて泣いたら面白いわ。泣かない。あんまね、泣かない。なんかしてるわ。ひなこに預ける一択？ひなこ犬じゃん。だって外でね、結構寝ましそう。でもケージ、そのうちケージもそうなくなって気まぐれで先生になる。ブブー、どうなるかな。二度目の方ありがとう。ブブさんいたずら、それよ、なんかもうさっきもなんかカゴひっくり返しちゃった。お疲れ様です、お疲れ様。ショルーム、あ、ペットのイベントなんかあるね、たまに。出るのもいいかもね。こんばんは、どうも。こんばんは、どうもどうも。こんばんは、ブーをペヤング、ブーをペヤング食べるのやめてよ。やめてよ。ちょ、そんな。ずっといたずらしてるわ。
なんかね、なんかさ、うちシステムベッド、なんか、二段ベッドみたいなさ、はしごがついてて、で、下に、本棚とかさ、タンスが置けるタイプのさ、ベッドなんだけどさ、その下に入り込んじゃうからさ、入れないようになんか、いろいろ置いてんのよ、その、下のところに、はい、中に入れない。したらそこをなんか、なんかやってるわ。入りたいみたいな。あ、友の方ありがとう。なんかこの文字。なんて言うのか、うん、かわいい。ハイライトね。と、いたずらっ子の方がかわいい。まあ、確かにね。いたずらしすぎもあれだけど。と、手にさ、毛が。ちょ、一回手洗ってきていい？猫の毛がさ、ずっとついてるわ。洗ってくる。ちょっと待ってて。もった。手洗ってきた。毛が取れた。初物の方ありがとう。うん。そう、狭いところ入っちゃうから。狭いところ入ったらさ、出てこないじゃん。よいしょ。だから、ダメなんだよ。ね、デスクマットやばい。毛が。パソコンの中で毛だらけ。やばいな。うん。マウスも気がついちゃってる。なんか掃除するやつ、もこもこのやつ取ってるけど、オッケー、気がやばいぞ。乗せちゃダメだ、ここに。乗せたくなかったんだけど、自分から登っていっちゃった。登っていってしまった。アドロックの服、いいでしょ？これかわいい。古着屋で買った。風田美太さん、ファンレベル34。ありがとうございます。あと、アスキー、アートクマ。ありがとうございます。ありがとう。中村舞ちゃんのチャンネルがかわいすぎて、タワー投げたので、ここにはタワー投げとく。ありがとうね。ありがとう。アスキー、アートクマ、ありがとう。ありがとうね。風田美太さん、ありがとうございます。ありがとう。なくなったので、確かに、ウブが探してくれるかもしれないけど。こんな中毛だらけですね。それ回避しないとな。ここに近づけないよ。よいしょ。海の帰りブーちゃんの仕事はダメよ。ブーとか行っちゃうから。いい、水いる。よいしょ。4月17。4月17日。室村さんじゃない。さっきコメント読んでた。かやといてたね。あれと、おみた。のるちゃんの毛にのどあめが？やだー。いや。マヌカハニー嗅がしたら、なくなったら見つけたけど。マヌカハニーじゃないもん、なくなったやつ。それ、犬みたいじゃん。可愛いメンバーみんな押してるようになってる。なんだっけ、アスキーアートか、アスキーアートクマ。やばい、ヘアゴミめっちゃ気がついてる。あら、さっき手洗ってきたの。ヘアゴミダメだな、つきてた。こんなに猫って毛抜けるっけ。ブーちゃんが抜けなかっただけ。あんまりブーの方が気が抜ける。あつもの方ありがとう。また手にいっぱいついちゃった。もうちょっと待って、新しいティッシュ持ってくるわ。
ちょ、新しいティッシュ持ってく。待ってて。よいしょ、終わった。よいしょ。初詣の方ありがとう、こんばんは。ちら、こんばんは、とも。マスキー、お？マスキーアとクマとはね。毛がまだ乗ってた。ライクの結果ブラッシングしてないとそこは12日だよね。そう。そうな。だからね、めっちゃブレッシングしてるけど、もう永遠にね、あの毛がさ、抜けるからさ、ブラッシング、うん、ずっとそういうことになっちゃう。好きな。ウルトメトさん、スキアとクマとはありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。マスキー、あら、ピントが。マスキーアとクマ、ありがとう、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。スキアとクマとはありがとうございます。ありがとうありがとう。よいしょ。ありがとう。うん、ほら、ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうね。そう思うさ、ブラッシングしたけどもう一匹猫できる。やばすぎる。やばすぎる。そんな、なんかでも一応ね、なんか、消耗じゃない、なんかショートって書いてあったから、OK。あれなんだけど、めっちゃ抜けるの、コロちゃんより。コロちゃん、コロちゃんそんな抜けないんだよね。 そんなのね。ファーミネート、ファーミネートって何？ファーミネート、今日の話聞けながら寝ると夢見るぞ。で、誰が一番可愛いか決められない。ありがとうね、でもいつもありがとうございます。初詣の方ありがとう。こんばんは。こんばんは。だわーん。よいしょ。こんばんは。今6位か。話されちゃった。こんばんは。後、毛がなくなりそう。ブブー。でも、永遠に抜けるんだよな。ふふ。初詣の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。なんか顔に気がついてたんだけど。よいしょ。オッケー。ここに乗せちゃダメだ。パソコン。乗せないようにしないと。怪我。永遠よりブラッシングが続くより。やだよ。やだ。私がターミネーターのしてる。でもターミネーターはこん、ターミネーターのこと？こんばんは。香港の春馬さんファンレベル13。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。そういうもん、コロちゃんが抜けなさすぎただけ？これが普通？コロちゃん全然抜けないのよ。まあ抜けるけどさ、なんか猫触ったら、コロちゃん触ったら服毛だらけになるとかないのよ、あんま。この猫めっちゃ抜けるよ。こんばんは、どうも。人間も抜け続ける。まあ髪だけ抜けるしね。毛づくろいが2人分になる、私と。
自分のこと毛づくろいっていうの。見分けた産業を手に入れるための見るルームが足りね、足りねえだ、足りねえだ。いいよそこやらなくて、足りねえ足りませなくて。でも猫による、カラちゃんはまぬけない。許可たまず378人、シューミーさん、今月もありがとうございます。ありがとう、あいつね、ありがとうございます。こんばんは。なんか歌おっかな。何がいい？こんばんは。よいしょ、うん、にゃーにゃー好き好き、にゃーにゃーじゃね、うにゃにゃにゃ、おにゃにゃする、うん、ハミネータ結構猫飼ってる人見つかってる。プラミネータってる？ハミネータって何？プラミネータあと2分って終わっちゃうけど、ハミネータしたくてる、ハミネータ、ハミ、あ、なんか毛のやつ取るやつ、毛のなんかブラッシングのやつ、え、なんかこういうやつをハーミネーターっていうの、え、あ、タイプのやつ見たことない、ブラシ、アンダーコートだけなんかブラシ、毛毛はほぼアンダーコート、え、こんなのあるんだ、なんだろう、ハミネ、え、知らなかった。なんか今私が持ってるのはなんか普通のブラッシングで、でなんか上のボタンを押したら毛が落ちるみたいなやつ、それ使ってる。知らなかった。よいしょ、おやすおやすみ、うん、手にはめて撫でる、あ、そうなの、私が持ってるなんか違うやつ。プライムであと1分。もうそろ終わる。もうそろそろ終わっちゃう。何しようかな。え、何言ったんだっけ結局。あ、終わった？確かに12時だもん。プライムで終わりました。でも変えてよかったわ。食器棚とか買うもの。うにゃにゃ？ちょ、うにゃにゃもう歌えないよ。何がいい？好き好き好き。何がいい？いつもの方ありがとう。まあ一緒だよ。それの本気がファーミネーター。あ、そう。知らなかった。初めて聞いた。なんかコロちゃん気が抜けないからさ、あんまり。あんまブラッシングしなくてさ。だから、そんななんか、そのなんていうの、ブラシのやつもなんか、何のやつ買ってるか分かんないよ。え、結局何も買わなかった。これで散財がやめられなくなる。やめられる。確かに。ブラムで安いからって買っちゃいそうになるもんな。こんばんは、あたわん。どうだ、スイートーク。久しぶりに。ソーダ水、よいしょ。いつもの方ありがとう、こんばんは。ソーダ水、毛が戻る。ソーダ水、あなたがいつも飲んでた。グラスの中放てる強い泡立ち、シュワシュワソーダ水、緑色の別世界、なぜだかとても大人に見えた。シュワシュワ。あの頃はまだ幼くて恋とは
気づかずに、ただ優しい家庭教師と思って接してた。志望校の合格に抱き合い喜んだ。制服の胸が感じた。純情を育てすい喉がチクチクするから、飲めなかったずっと子供の私、憧れ育てすい二十歳過ぎてトライした、今さら思い出したみたいに。いつもの方ありがとう、こんばんは。教え方うまかったのに恋愛落第点、そのことだけ教えてもらえず何度か自習した。建築家になったって後輩に聞いたわ。私を覚えているかな。あの日のソーダ水、あなたがいつも飲んでた。グラスの中放ってる強い泡たち、シュワシュワソーダ水、緑色のべ世界、なぜだかとても大人に見えた。二度目の方ありがとう、こんばんは。いつもの方もありがとう、こんばんは。後から好きというその気持ち胸に込み上げる。小さな泡がいっぱい、あの日の純情を育てすい喉がチクチクするから、飲めなかったずっと子供の私、憧れソーダ水、二十歳過ぎてトライした、今さら思い出したみたいに。なんか切なくなった本の方やと、ベースランナーベースのファンレベル21、ありがとうございます、ありがとう。あやつね、読めてないの猫、ね、こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様、お疲れ様です。うん、劇場でシュワシュワと憧れ待つやるとはずい確かに目立っちゃいそう。また1位の配信おかしなことになって、1位の方、めっちゃ変わってない順位。やば。どうした、この方、やばいね。一気に、ごぼう抜きされちゃってる。お疲れ様です、お疲れ様。さっきだ、買ったのを見て、買うもの探してコーヒー、こう2キロ、2キロ買った？結構買ったね。よいしょ。こんばんは。70本、あ、そう、70本の方。そう。前々回で見ると。初物の方ありがとう。こんばんは。どうも。
やばいよ、241万ポイントだって。やばいよ。まぼろしさんファンレベル13、ありがとうございます。ありがとう。私、英語の家庭教師する気ないよ。英語の家庭教師できないよ。あ、どうもの方ありがとう。こんばんは。どうもよいしょ。こんばんは。二度目の方もありがとう。最終日に迎えるでしょう。わかんないけど、どうなるか。どうなるかな。通しみけんすげさんファンレベル16、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。いいよ。スキューでもはい。いろんな顔してるらしくした。そういえばさ、猫ちゃん寝てるときさ、ケージ開けパンシしちゃってたって言うじゃん。お、起きた。一回起きたの途中で。で、もう一回寝て、その机の下にいたんだけど、一回起きたときにさ、なんか、なんか、目覚ましたらさ、じゃあ私の顔嗅いでた。猫ちゃん。今日猫ちゃんのケージの近くに寝てたのよ。そしたら、猫よが先に起きてた。こんばんは。可愛いでしょ、ブブちゃん。可愛いな。うちの子も顔噛んでくる。顔噛んでくるの怖いな。気をつけないと。タムちゃんの方が寝てる？そんなはずないよ。可愛いんですよ、ブブちゃん。こんばんは。今日からブブタムズ。ブブタムズ。なんだそれ。こんばんは。ブブのファンってことか。何、ブブさんに呼ばれされた。顔の匂い嗅いでた。いや、コロちゃんも嗅いでた。なんか、私がソファーで前に寝てたらさ、コロちゃんが私の顔嗅いでるのかよくわかんないけど、なんか、顔の近く、なんか、いる？顔近づけてる写真を妹から見せられた。びっくりした。はじめまして、初見さんコメントありがとう。はじめまして、こんばんは。ビル・ゲイツと友達になるかもしれない。じゃあ、こうやってよ。じゃあ、こんばんは。マーケター産業集めのイベント参加ルームしか貯められないの結構厳しい。じゃあね、大変だよね。ありがとうね、いつも。顔が美味しそうだった。そんなことある？セブンティーン軽く入ってんのかな？コピペしよう。入ってない気がするかな。セブンティーン。あ、コピペできないか、これ。ちょっと。かしめくるし。カオル、バブミを嗅いでた。しないよ、そんなに。ねらん、あと2、あと2時間で受験？大変。頑張ってね。いいよ。セブンティーンはね、セブンティーン、ないね、ないよ。こんばんは。初物の方ありがとう。猫アレルギーある。猫アレルギーでも歌えないね、私。実はペヤングを食べた後だったやつ。どういうこと？ペヤング食べてないよ。食べてない。あ、つもの方ありがとう。こんばんは。二度目の方もありがとう。こんばんは。どうも。どうもーん。すいません。食べてないもん。食べてない。こんばんは。どうもーん。こんばんはー。いや、寝る頑張って。寝てるじゃん。寝こすりしたことあるよ。でもちょっとまだ寝ぶぶはできてないけど。毛が抜けすぎるから。ちょっとまだできて。あ、カイトフェアだ。ちょっとかね。何しようかな。何がいい？違うので。
と2曲ぐらいいけるかな。何しようか。ブーちゃんにピアンク食べさせない。食べさせなきゃないでしょ。言えなかった。猫あれなんだっけ、ティッシュさんみたいな感じのところだよね。やつ顔わかんないよ。こんばんは、あんたも。チーの方240万ポイント中、一人の石油が210万ポイント。はぁ、あ、石油だ。すげえ。すげえ。こんばんは、あんたも。こんばんは。ブーは激辛ピアング好き。意外と意外と何しようかな、何がいいと思う。アークしないと2曲歌えなくなっちゃうよ。最後の曲しか歌えなくなっちゃう。何がいい、こんばんは、だわん。好き好き好きだな、それ。雨とカプチーノ歌えないのよ。猫逃げから危なくないか、普通に。食べさせるわけないでしょ。ヒートにじった太陽と。覚えてるかな、私。かわいい。あいつね。うー、ポックンミョンも好き。辛いの好きだな。辛くてごめんなさい。辛くてごめん。歌っちゃったもん、今日。好き好き好きにしようかな。好き好き。あれ、スってどこだ。これんか。サーシースこんばんは、どうも。ビンゴ、あ、お好き好き好きしちゃった。どうも。2位の発信者の貢献ユーザー1の方も、最終日は毎回すごい数のタワー投げる。強すぎ。強すぎ。私も追いつけるようになりたいな。エルピアン志賀くん、あげないよ。あげない。以上。じゃあ、好き好き好きね。スパルタムなら、スパルタ食べさせない、大丈夫、スパルタじゃない、付き合った2ヶ月は経ったけど何にも起きない私たち、女の子なんか興味ないようにずっとそっぽ向いてる。不中、不中って言っちゃった。さりげなく近づいて手を握ったり肩を組んだりキスだってありなのに、友達以上になろうとしないの、気遣いなんかはいらない、遅いかかってよこんな関係で、なんかちょっと不自然でしょ、もっと愛を深め合いたい、好きと言ったら好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮をしたっていい人なんて褒めてくれないよ、やっと二人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいのよ、呆れるくらいバカアップルデイ、客さ恋人になろうよ、幸せな恋人にな、あ、ちゃったそれ最後だった親友にどこまで進んだのか、いろいろ聞かれて困るのよ、男の子たちは鼻息荒く迫ってくるって言ってた、地下鉄の改札口で別れる時もそんなにあっさりと帰るのね、見つめたり指を絡めたり抱きしめてくれなくちゃ、例えば恋でキャッチボールのように、一つのボールを二人で投げ合うものよ、私が一人で期待しててもおかしいでしょう
け止めなさい。好きになったら全力投球。だからあなたも剛速球で手を抜いたり手加減をしたり、まあいつじゃ物足りないから、もしも二人がふぅ冷た、ベタベタとくっついていよう。草食よりももっと脂っぽく、今日から恋人になりたい、本当の恋人になりたい。ちょっとね、息が続かないや。かまわんだもん。ちゃちゃちゃ。好きと言ったら好きだと答えた、もっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮したっていい人なんて褒めてくれないよ。やっと二人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいのよ。飽きれるくらいバカフルデイ、今日こそ恋人になろうよ。幸せな恋人になろうよ。ありがとう。こんばんは、いとも。可愛い声とカラフルが一緒になると最高。よかったよ、そんな。ありがとう。以上、ありがとうございました。ありがとう。あとね。こんばんは。二度目の方。ありがとう、こんばんは。一話を間違えて噛んじゃった。普通ならを、普中ならって言ってた。普中ってなっちゃって。噛んじゃった。パチパチありがとう。すべてが可愛い。普中、府中なら。噛んだんだよ。噛んじゃった。よいしょ。噛んだ。2度目の方、初詣の方、ありがとう。こんばんは。どうもどうも。よいしょ。みんなね、トヨコギフトたくさんありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。かわいいからうるす。ありがとう。最後の歌いるかな。よいしょ。かわいい子に甘い。みんな甘いから。オッケー、入れた。最後の曲。チートギフトアウトボンテ、研究禁止で明らか問題、反則異次元、この世のもんではないです、無理ゲー、それ着て泣いて、ライバル口を揃えて、ライバル口を揃えて、バグで、マグで、ビトムズ設定、マジで、これも全部涙。イサミ、やいやいやいや、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、実力を発揮しきる前に、相手のがバックれてくらしい。アイカーキューハードルビリハッピー。アイカーカーに団体ピカチ。アイカータッピーしてる毎日。ふだらんなの日、クリームいらないもの、アイスより愛心。俺パッと見できないいことばっかりだけど、ベリーハッピー。アキレてる、アキレてる周り。恵まれてる、家族友達。もう反則できた、ちいちみの俺に任せとけばいい。教科書にないもん、来週内中、パッとのましない。鏡よ、鏡答えちゃって。Oh yeah, ななみのままけるとこまで。No singing, bring bam bam, bring bam bam, bring bam bam bam, bring bam bam, bring bam bam, bring bam bam bam, bring bam bam, bring bam bam, bring bam bam bam. To the 一番上。相手、俺の場でいるだけで除外。相手、誰も口を挟めない。相手、俺の場でいるだけで除外。相手、誰も口を挟ませない。
いやいや、学歴もない、前科もない余裕で、この存在自体が文化財ね、飲みそう。高級車を買える免許はない愛車、全国各地フランス一品、このブロガブリンブリン、バイトなら満タン、関西なまり波の子ってあんま、音楽を運修理の女神小山さんまたんばんば、漫画みたいな体とまんまで張り合えてしまってる漫画、圧倒的力くらい、あったまた口かな、今回だってとは入ってない、このズルに傷もついてない、繰り返してくれるためしかいか、水年によく潰しは、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンバン、俺の場でプレイしてパンしてパンするためにポンしてきた日本、鏡よ鏡こたえちゃんって噛んじゃったさっき、ななみのまま蹴るとこまで、トゥザ一番上の新規、ブンバンバンブンバンバンブンバンバンボン、ブンバンバンブンバンバンブンバンバンボン、ブンバンバンブンバンバンブンバンバンボン、トゥザ一番上、相手俺の方でいるだけで女兵、相手誰も口を挟めない、相手俺の方でいるだけで女兵、相手誰も口を挟ませない、ありがとう、邪魔した、ありがとうパチパチ、ありがとう、初音の方ありがとう、二度目の方もありがとうございます、こんばんは、金万福さん、100回目の方もありがとうございます、ありがとう、たくさんありがとう、こんばんは、どうもパチパチ、ありがとう、みんなありがとうございます、こんばんは、どうも、最後怪しかった、噛んじゃった、ちょっと途中今のとこね、噛んじゃったよ初音の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。どうも。初見です。本当ですか？本当ですか？嘘つきだ。初音の方、ありがとう。こんばんは。どうも。やっほー。こんばんは。どうも。こんばんは、保険ですなんだそれ二の目の方ありがとう、こんばんは、初見でした、便利な格好初見でしたなら合ってる何か動いてるわこんばんは、本当に初見なら初見と言っても、本当に初見だったらね、本当に初見だったら、うん、初見じゃないもんだって、初見で、いや、なんでもない。バッチです。もう初見じゃなかった。まあ、バッチは、バッチです。バッチですもちょっと意味わかんないけど。初見ですか、あ、私？初見、なんで私なのよ。おかしいでしょ。どうもわー、なわー。やっほー。どうもどうも。本当に初見です。嘘つきゃーバッチならバッチ、どういうこと、バッチ、バッチリ、なんだよ、その大丈夫は。頭の方ありがとう。出禁です。意味わからないよ。意味わからないよ。初見にゃん。にゃんって言ってもダメだからな。はじめまして、初見さんコメントありがとう。こんばんは。本物の初見さん来た。こんばんは。こんばんは。よいしょ。本当に初見ですか？本当に初見だよ。書いてるでしょ？上に初見って。初見が来た。初見さん。みんなは嘘だからな。逃がすな？やめてよ。うん、ほら、ありがとう。ありがとうございます。初見です。熱中症お見舞い金だ。よかった。二度目の方ありがとう、こんばんは。やべ、本物来た。ブーブーちゃんです。違います。本物すけさん、ようこそ。よいしょ。こんばんは、どうも。すけさん、羨ましい。お、一回だけだからね、この。いいよ。こんばんは、どうも。けん、いいな。
大森曜日の初見はレアな逸材が訪れるの。しくし、こんばんは。今ランキングどうなっちゃうかな。おー大丈夫か。何色、なんかうろうろしてるずっと。こんばんは、しけんさん、コメントありがとう。こんばんは。ギフトランキング今北産業4位で、でも2と2じゃない、間違った、3位と結構1か。ワロスが5位で、終わったが3位だ、終わって3位で、北が6位で、なんと、よいしょ、クマが、あ、クマ4位になってるわ、下がっちゃった。クマ4位です。あ、ズボンの方ありがとう、こんばんは。じゃあ、そうそう、時間読まなきゃ。初見さん、こんばんは、どうも。イベント頑張ってください。ありがとう。じゃあ、13回ランキング読もうかな。じゃあ、13回ランキング読みますね。13位、レントさん、ありがとうございます。12位、チーマットマークリンリンさん、ありがとうございます。11位、ヤマケンさん、ありがとうございます。10位、香港のハルマさん、ありがとうございます。9位、クロキャントマーク、コーラ飲んで調子上げてますさん、ありがとうございます。8位、マボロシさん、ありがとうございます。7位、チャラさん、ありがとうございます。6位、アーリン1996さん、ありがとうございます。5位、フラマンさん、ありがとうございます。4位、ピュアカンさん、ありがとうございます。3位、ジェミさん、ありがとうございます。2位、カゼットミトさん、ありがとうございます。そして1位が、グランツさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。どうも、ありがとう。ありがとうございました。初物の方、ありがとう。こんばんは。よいしょ。こんばんは、どうも。よいしょ。こんばんは。ありがとう。明日の配信もお昼して夜2回ぐらいしようかなと思ってます。です。じゃあまた明日のお昼の配信でかな。今日もたくさんありがとうね。118万ポイントもたくさんありがとうございます。ありがとう。ちょっとなんとか上位に追いつけるように頑張りたいなって思ってます。いや、そうそう、今日終わろうかな。じゃあまた明日のお昼の配信で、今日もたくさんありがとうございました。またね、おやすみなさい。また明日。